世界体操、世界新体操北九州まであと5日。小倉駅周辺では選手らをきれいな街で迎えようと清掃活動が行われました。作戦開始。ありがとうございます。小倉駅周辺で行われた清掃活動には、地域の自治会や企業などからおよそ300人が参加しました。世界体操、世界新体操北九州に出場する選手や観客らをきれいな街でおもてなししようと、新体操会場の西日本総合展示場の周辺のゴミも回収されました。イメージアップになればいいなと思って小さいことなんですけど、なんかそういったことで気持ちよく迎えられたらいいなと思います。世界体操はいよいよ5日後の18日から、世界新体操は27日から開催されます。